はいどうも、ケイポンです。いよいよクリスマスが近くなりましたね。このワールドも雪原バイオームで拠点を作るということで、まずはクリスマスツリーを作っていきたいと思います。ちょっとスーツじゃ寒いですね。ツリーの明かりはグローストーンなどの光源ブロックで表現する人も多いと思いますが、それが点滅したら素敵ですよね。今日は簡単かつリアルに点滅するイルミネーション付きのクリスマスツリーの作り方を話しながら進めていきたいと思います。なのでどうぞ最後まで見てください。このチャンネルではサバイバルでの街づくりや解説動画を投稿しています。今後のワールドの発展や過去の街づくりの動画も発信していますので、ぜひチャンネル登録と高評価、そして SNS のフォローもお待ちしています。ということで、メザーに見せかけて、実は雪原バイオームでしたということで、新拠点をここに作っていくわけですが、実はここはすでに整地してありまして、こうやってかなり真っ平らな土地になっているんですね。少し小高い丘があった程度なんですが、ここの真っ平らな土地に雪の街を作っていきたいと思います。そしてその雪の街の中央にクリスマスツリーが生えていると。生えているというか、立っているということで、大体街の中央を決めてそこにクリスマスツリーを生やしていきましょう。大体この辺りでしょうか。じゃあここにまずはクリスマスツリーの元となる木をカスタマイズしていきたいと思います。じゃあここを中央としましょう。ではとりあえずここにね、クリスマスツリーの元となる頭皮の木を生やしていきましょう。またカスタマイズですね。ではこの木をまずは1、2、3、4、5、そして6マス積み上げます。そしたらまたここからこのように葉っぱを5マスずつ伸ばしていきましょう。そしてこれを円にしていくんですが、この端っこをね、こうやって横に5ずつ伸ばして、それを一旦全部やりましょう。そしてここをつなげれば円になるわけなんですけれども、だいたいこんな感じでつなげていきましょうか。1個ずらして2マスですね。なので向こうも同じように1個ずらして2マス。これでいい感じにつながりました。まずはこのようにね、円を作っていきましょう。では円が出来上がりましたら、この円のね、外側をこのように2マスさらに上に伸ばして3段にしていきます。そして3段にしたらこのね、2段目の真ん中をこのようにね、さらに外側に1マスずつ葉っぱを置いていきます。そうしたら次はね、この真ん中の木をさらに積み上げて、一回り小さい円を今度は作っていきますので、今度は半径4マスになりますね。半径4マスでもここに1個ずつ物を置いて、中はこのような感じですね。このくの字を作れば円っぽくなります。そして次もこの外側をこのように2マス伸ばして高さ3マスにします。そしてさらに先ほどと同じようにこの真ん中にさらに葉っぱブロックを置きます。これを繰り返して上まで伸ばしていくだけなんですね。少しずつね、この円の大きさが小さくなっていく感じです。なので次は半径3マスの円になりますね。半径3マスの円はこんな感じになるんですね。てかもう円っぽくないですけど。これで作っていきますか。で、次は2マス。ここまでなってくるとですね。あとはこうするしかないですね。どうしてもだんだん四角っぽくなっていってしまいます。そして最終的にはこうやってね、1個しか置かないところまで来ましたね。ここに関してはとりあえず、このようにね、すべて隙間を隠して四角形にしてしまいます。そして真ん中を3つ積み上げて、この周囲にね、3段ものを置きまして、で、またここをね、真ん中に葉っぱを置いていきます。そして一番上は、1、2、3段と積み上げて終わりですね。では、木の部分ができました。ちょっとずんぐりした形ですけれども、この方がクリスマスツリーらしいかなと思います。ツリーの下はまだ空いているんですが、ちょっと登ったりするので、まだこのままにしておきましょう。むしろ今こうやって登ってですね。先ほど置きましたこの中のこの部分はね、壊しちゃいましょう。結構これが邪魔になりそうなんで。こんな感じの空洞になりましたね。では次は装飾になります。はい、では次は装飾やっていく感じになりますね。この白のステンドグラスと赤のステンドグラスを準備しましたので、これを置いていきます。置き方はこんな感じでね、
階段状にぐるぐる回っててっぺんまで行く感じなんですけども、始まりを決めたら必ず1段上がって少しずつ上に登っていきます。まあ、こんな感じで場所によっては葉っぱを壊して進んでいきます。まあ、ひとまずこんな感じでしょうか。そしてこれを今度は白のステンドグラスで、まあ、大体この辺からまた始めましょう。そしてこの渦巻きが逆にならないようにね、気をつけておかないとダメですね。一応この場合はこうやって左側にこうくるくる回っていくような感じになってます。まあ、こんな感じになりましたね。一応この端から4方向で白と赤で、まあ、こうやって渦巻きを作ったような感じです。あとは金ブロック、ダイヤモンドブロック、アメジストブロックを準備しましたので、これをところどころに置いていきましょう。あんまり置きすぎないようにね、注意しましょう。だいたいこれぐらいの比率で置いていきましょう。まあ、そもそもね、たくさん置くにしても、まあ、こんなにダイヤモンドとか集まんないですよね。まあ、こんな感じの装飾で大丈夫でしょう。そして一番最後に、この黄土色のカエルライトをこの一番上に置いておきます。あ、もしね、このカエルライトが見つからなければ、グローストーンとかでも大丈夫ですが、マングローブさえ見つかれば結構割と簡単に手に入るので、カエルライトの方がおすすめです。では最後にイルミネーションを作っていきましょう。イルミネーションはこのレッドストーンランプを光らせるんですが、このランプに向かってコンパレーターを置いて、で、その手前にですね、このホッパーを4つ置くんですね。まずは1つ置いて、これに向かって置いて、まあ、こんな感じでホッパーを向かい合わせます。そして一番最後、この最初に置いたホッパーを、まあ、このようにすれば、このようにホッパーの流れが一周するようになりました。なので何かここにいらないブロックを一つ入れれば、まあ、こんな感じでランプが時々光ります。今入れたものがこのコンパレーターの目の前のホッパーを通過した時だけ信号が出ますので、まあ、こんな感じでランプが時々光るんですね。コンパレーターはチェストやホッパーなどの中身を検知してレッドストーンの信号を前に出すという、そういう性質があるので、まあ、こういうことができるようになります。なので、これを、あのツリーの中に仕込めばいいということになりますね。では、早速やっていきますが、まあ、まずはここにしましょうか。そして、この手前にですね、コンパレーターを置きます。そして、ホッパーをくるくるさせればいいんですが、まあ、ひとまずホッパーをここに置いて、こんな感じで一周させましょう。そして一番最後に何かいらないものを一つだけ入れます。うん、光り出しましたね。なのでこれをね、いい感じに装飾していきましょう。もっとね、小さく作る方法はあるんですけども、この光り方がこれが一番リアルなんですよね。まあ、なのでリアルを追求した結果という感じです。まあ、こんな感じでイルミネーションもつけまして、いい感じに雪が降ってきましたね。最後の仕上げに雪を置いていこうと思ったんですが、まあ、手間が省けました。なので雪が積もるまで待って、その後完成を見てみましょう。はい、ではこれで完成ということにしましょう。このツリーの下も、まあ、こんな感じで装飾をしました。そしてあとはね、もう登らないので、まあ、こう下をこうやって葉っぱを置いて閉めちゃったんですね。まあ、装飾をもうちょっとこの下の方まで伸ばしてもいいかもしれません。そういえば前にですね、職場でクリスマスツリーを飾るときに、まあ、新人さんに頼んだんですが、みんなが見える表しか装飾をしなくてですね、この裏側の方が完全に何も装飾がない状態になっちゃったんですよ。なのでその時新人に先輩がつけたあだ名が、ビンポッチャマくんでした。ということで次回はこのクリスマスツリーの周りに、洋風の街並みを作っていってクリスマスの街を完成させましょう。まだ街の名前とかは考えてないので、まあ、考えながら作業を進めていければいいなと思います。